皆さん、こんにちは。パリ五輪日本代表入りを確実にしたバドミントン永原和可那と松本麻佑、通称永松ペア、東京五輪で逃したメダルをつかむため再び戦う2人は、遡れば6年前補欠から出場した世界選手権で優勝をさらったことから快進撃が始まりました。長い手足から繰り出されるパワフルな攻撃が世界の女子バドミントン界を驚かせたといいます。しかし金メダルを視野に入れて挑んだ東京五輪で準々決勝敗退という苦い経験をしました。大会後にペアを解消するつもりだった2人は雪辱を誓い、再び共に歩み出します。今回は2人の新たな戦いを決めた裏にはどのようなことがあったのかを見ていきたいと思います。ぜひ最後までご覧いただき、コメントいただけると嬉しいです。もう一度永松で五輪へ。そう感じた背景には、やはり悔いが残った東京五輪が原因だったそうです。日本バドミントン協会は2024年5月21日に都内でパリ五輪出場選手の内定発表会見を行いました。日本勢同士の出場権争いが最も激しかった女子ダブルスは2組が出場します。共に170センチ台の長身ペアである松本麻佑、永原和可那ペアは2大会連続の五輪出場となりました。前回の東京五輪は準々決勝でマッチポイントから逆転負けを喫し、メダルに手が届きませんでした。永原さんは今回の会見で、東京五輪での悔しさをパリの舞台でぶつけてもう一度挑戦したい思いで戦ってきた、後悔がないように自分たちのプレーを出せるように頑張りたいと再挑戦にかける思いを話しています。実は永松でのパリ五輪挑戦は当初2人の予定になかったとも述べています。永原さんは東京五輪を区切りに現役引退を考え、松本さんは別のペアでのパリ挑戦を考えていました。しかし東京五輪を目前に控えた2020年、世界がコロナ禍に見舞われ、永原さんの考えに変化が生じました。コロナ禍で全然バドミントンができなかった、2週間も3週間も全く練習しなかったのは人生で初めて、生きがいがなくなったというか、本当につまらない日々になってしまった。私はバドミントンが生きがいになっていたんだと気づけて、まだやりたい気持ちが出てきたと永原さんは語ります。引退の先送りはパートナーである松本さんにも伝えられました。ただその段階ではまだパリ五輪まで挑戦するとは言い切れず、東京五輪後の目標をしっかりとは持てていなかったといいます。一方の松本さんは東京五輪後に組む新しいパートナーを見つけようと動き出したのですが、コロナ禍で先行きが不透明な中、思うようには進まなかったそうです。永原さんから現役続行の意思を伝えられた段階から、ペア継続について雰囲気はちょっと感じていたことと、東京五輪が2021年開催に延期され、2024年パリ五輪までの準備期間が1年短くなったことを考慮したそうです。やっぱり新しい人と組んでパリを目指すのはちょっと難しいかなと思うようになった。もう一回永松ペアで挑戦するチャンスがあるなら組んで目指す形でもいいのかなと思っていたと、当時を松本さんは振り返っています。東京五輪でメダルを逃した中で、永原さんはパリへの再挑戦を決意し、ペアを継続して目指したいと伝えられた松本さんが了承したことで、2人での再挑戦が決まったのです。ただし今回も出場権獲得の道のりは険しいものでした。松本さんはベスト8までコンスタントに勝ち上がっていたことが後半になって自分たちを苦しめたと話した通り、終盤は難しい戦いを強いられたといいます。五輪レースランクに反映できるポイントは好成績の10大会分のみとされています。8強のポイントで埋め尽くされ、終盤は大きな大会で準決勝以上に進む必要が生じてしまいました。殻を破ったのは年が明けてからだといいます。1月のインドオープンで約3年ぶりのワールドツアー優勝を勝ち取りました。五輪レースランクで日本勢2番手に浮上したのです。さらに3月パリ五輪のプレ大会として行われたフランスオープンでベスト4、ようやく世界のトップを争う2人の姿が戻ってきた感がありました。爆発的な攻撃力を持つ長身ペアは世界が認める存在だということは先ほども述べました。五輪2大会連続出場だけでなく、
世界選手権では4大会連続のメダルを獲得しています。しかし振り返ってみると、初めは今となっては考えられないことですが、噛み合わないペアだったといいます。長身という共通項があるものの、性格や特徴は異なりました。永原さんは何事も粘り強く、実直で丁寧に続けられる力があるタイプです。一方の松本さんは継続性よりもひらめきや爆発力が武器です。組み始めた当初は互いのプレーに不満を抱えていたそうです。永原さんは最初はいきなり松本さんに冒険した球を打たれてびっくりして、どうしていいかわからなかった。今となればその松本の一発が決めてくれる信頼もある、自分には打てない球もたくさん持っていて、すごく助けてもらっていますと理解が進んだことに触れました。しかし逆を言えば、以前は互いの異なる特徴への理解を欠いていたということでしょう。最初は松本が必要以上に難しいプレーにトライして、コートの緑のマットより外に打ってしまうこともあって、みたいなこともありましたと苦笑いを浮かべて振り返ります。一方松本さんは自分のアグレッシブなプレーがミスとなって失点を生むことに気づき始めたそうですが、永原さんがつなぐばかりで相手を崩す球を思い切って仕掛けないため、自分が持ち味を発揮しなければいけないと思い、葛藤を抱えていたと語ります。逆に永原もやれよみたいな感じの雰囲気は多分出していたと思うと笑って当時を振り返っていました。しかし日本 B 代表に入り、どちらかの長所だけでは世界に通用しないことを感じ始めた2人は、次第に自分とは異なるパートナーの特徴をペアの武器として受け入れるようになったといいます。つまりここから歯車が噛み合うようになっていったのです。進化が大きな成果となって現れたのは、東京五輪の出場権獲得レースを翌年に控えて A 代表入りを果たした2018年でした。松本さんは持ち味や性格が違う分、ないものを補い合えるし、自分が強化しなければいけない部分が分かりやすい。2018年の世界選手権で前衛と後衛が入れ替わったところもあって、互いの良さを知った気がしますと話しました。2018年の世界選手権は日本勢4番手の補欠繰り上がりから世界の頂点に立つ大ブレイクを起こしました。それまでは松本さんが後衛、永原さんが前衛という暗黙の決まりがあったのです。ただ世界の強豪が相手になると、松本さんが得意とする一撃の強打が簡単には決まらなくなり、課題だったスタミナ不足に直面したといいます。しかし立ち位置を入れ替えるプレーが奏功しました。体力と継続性のある永原さんが後ろから粘り強くスマッシュを打ち続け、返球が甘くなったところで思い切りの良さがある松本さんが前衛から強烈な一撃を見舞う形が機能したのです。松本さんは永原さんの粘り強さの価値を知った習慣でもありました。同時に延々と強打を打ち続けても決めきれなかった永原さんは、世界を相手に点を取れる思い切りの良い松本さんのショットがどれだけ貴重であるかを知った時でもあったそうです。いかがだったでしょうか。今回は永松ペアのここまでの道のりについて振り返ってきました。世界で勝つという目標を見据えて互いを認め理解し歩んできました。集大成の場となるパリの舞台では、東京の悔しさを晴らしてくれることでしょう。その思いは強いようですが、松本さんは五輪に出るからには絶対にメダルを持って帰りたい。でも多分金メダル金メダルとなりすぎると取りこぼす。前回がそういう感じだったので、あまり金メダルを取りたいとは事前から言いたくないと永原にも監督にも話していたと、目標意識や表現の仕方もすり合わせてきたことを明かしています。もう一度2人で目指すと決めた五輪、互いの長所を生かし合う連携プレーでメダルをつかみ取る習慣をぜひ見届けたいものです。今回の動画の感想や扱ってほしい話題があればコメントいただけると嬉しいです。そしてこの動画が良かったら高評価、チャンネル登録よろしくお願いいたします。